1分半のレンチンで、これでもう一品完成よ。しめじ置いてありますけど、カットオブなしめじしか作ってないっていう8つ工場ありますので。すげえ。ああ、もうね、昨日飲みすぎた。で、今日は何すか。しめじ置いてありますけど、とある方が来てるらしいです。とある方、ヤマピー違いますね、今日。あ、そう。じゃあちょっと呼んでいただいていいですか。お願いします。こんにちは。誰昨日お願いします。あのね、体張りすぎです要はね、案件でカットブナシメジ、最近企業の方になぜこの商品なのかっていうのを語っていただくっていうのが僕の中だけでブームになってて、役員さんにちゃんとそれを語っていただくと、なぜカットシメジがいいかっていうのをちょっと僕に教えていただきたいと。食材の知識を披露するっていう。わかりました。はい、よろしくお願いします。僕のイメージだと株で売ってるイメージなんですけども、はい、そのまま使える里山ブナシメジの良さをちょっと教えていただきたいと。はい、リュウジさんが普段買われてるのは株という形のものだと思うんですけど、でそれをまあまな板の上で包丁で石突き部分をカットするじゃないですか、はい、その部分っていうのはどうされます？捨てます。捨てますよね、はい。まあ、だからまあ皆さん、まあ、ゴミを一緒に買ってるという感じになるんですけど、我々はそのゴミは工場の方でカットして、うん、で皆様にはそのまま食べる部分だけをお届けするというようなことをやっています。これシェア的にはどれぐらいなんですか？全体のその量がまあ年間12万トンぐらいブナシメジって日本で作られて消費されてるんですけど、カットブナシメジ実はまだまだ少なくてですね、はい、2万4000トンぐらい、大体だから2割ぐらいですね。じゃあ8割は株で、はい、なのでまあリュウジさんがあんまり見ないよっていうのも全くその通りなんですけど、うん、それをもっと増やしたいなと。いや、なんかこのパッケージたまに見るんですけど、隣に置いてないんですよね。別のコーナーに置かれてるようなイメージなんですよね。だからなんかいつも株を買ってしまうっていうような。しめじ買おうと思ってこのパッケージを取らないっていうのが僕の中ではあるんですけど、でも石突きを切らないでいいってのはめちゃくちゃいいですよね。パッケージ見たら、はい、袋のまま調理できるんですか？これ。そうですね、こちらは袋のまま電子レンジで600ワットで1分半でできるらしいんだけど、そんなことできるのか。これがねすごい気になったんですよ。その発想は今までなくて、切って耐熱容器に移してレンジにかけていろいろ調味料混ぜてで食べるっていうのが僕今までやってたんですけども、まさにその通りで、これ一回その耐熱容器に移すその手間をカットしたいと思いまして、そのままレンジできるあの袋で売らせていただいております。このパッケージはね、いろんな情報が書かれてるんですよ。ここね、旨味成分、グルタミン酸、グアニル酸。グアニル酸って味の素とかハイミーとかにも入ってるキノコに多く含まれる旨味成分なんだよね。キノコを使うと旨味がすごく生かされる。これどういうことですか？オルニチン。シジミの15倍ってどういうこと？シジミの15倍、当社で調べたら15倍だって、一般的に今、うん、あの7倍から15倍ぐらい入ってると、まあ、言われてるんですけれども。オルニチンって何ですか？要は二日肝臓の機能をシジミのいいと言われてる成分、ね、そうですね。ああ、二日酔いにシジミがいいとか言われるじゃないですか。これがシジミの十分本当っすかこれ？あ、もうこれ本当なんです。本当ですか？まあ当社だけじゃなくて、いろんな会社がまあ調べて、だいたい7倍から15倍ぐらい。ただこれ言われると、しめじスープの方がいいみたいな感じになっちゃいますよ。そうですね。だからまあ、しじみ協会に怒られないようにしじみスープにまあブナシメジを入れてもらうとより効きますよ。なるほど、はい、まあ、そこはしめじでいいんじゃないですか。私この案件があると見越してですね、昨日朝6時まで飲んできたので、すごくオルニチンを欲してるんで、これを生かした料理軽く一品作って、で僕が今回やりたいのはしめじをたっぷり使ったホイル焼きなんですよ。キノコっていうとホイル焼きだと僕思ってて、このそのまま使えるっていう良さを僕も知りたいなと思って、まずこのまま電子レンジでプリプリに調理して軽い前菜を作って、それでオルネチンを補給してから私がそのホイル焼きを作りたいと思いますんで。お願いします。それ首つかれませんか？これ結構軽量化されてて。あ、そうなんですね、はい、初号機は結構重かったんですけど、これっていつ被るんですか？まあ、キノコのイベントとかが結構あるんですよ。あ、イベントあるんですね、はい、そういう時に、まあ、これ被って、まあ、ゆるキャラみたいな感じで立ちながら試食を焼いたら結構人気なんで、それ味を染みて。役員さんですよね？最高財務です。
どうですか取締役あのめっちゃ体張ってますね中小企業なんでもいやいやいや私もちょっと、はい、体は跳ねなじゃあやりますありがとうございますということですねいいお話も聞けたん で私この案件のためにですね今日の6時まで飲んできたのでちょっとしめじのおるんじんをいただきたいとまずはですね聞いたことないのよそのままレンチンしてできるっていうそれをちょっと確かめていいですかこのままでいいですかこのままでいいんですけど、はあ、封をちょっと開けて封をちょっと開けてまあまず説明通りにやるとここまで切り込みを入れればいいってことですねこれでいいんですか？あ、はい。600ワット1分半。これでも株付きじゃできないですね。だいぶ石突きを取り外すのってやっぱり手間ですからね。これ結構革命かもしれない。電子レンジで袋のままできるっていう。火を通すところまで我々考えたんですが、それにこうどういう味付けしたら美味しくなるのかっていうところを今回リュウジさんにお願いしたいと思います。振りが完璧ですね。大体株付きで売ってるのがなんか 100g って言ってて石づく取ると多分 90g ぐらいになるんですよねもっと少なくなるでしょうね、うん、もっと少なくなる普通にバンと切ったら多分2割ぐらいあそっかそっかそのまま使えるっていうのがすごい売りだと思うんで味付けはねどうしようかな実はねこれね全く何も打ち合わせしないで俺がちょっと聞きたくてやってるっていう感じなんですよねあできましたねおっめっちゃ火通ってるすごこれすごいじゃんこれこのまま調理したらいいじゃんこれテンション上がってきたこれ多分日本で一番オレンジを欲してるんだよちょっと味付けして食べていいですかこの量だとツナ缶もね1缶はいらないから半分ぐらいペッお塩私4分の1ぐらいかなペッてやってやじ芋とまあ3、4振り1、2、3、4で、黒胡椒で、ごま油がまあ小さじ1半ぐらいかなで混ぜますつうかボウル使わなくていいんだすごいめっちゃいいこれちょっと流行るんじゃねえかなこれキログラムでねカロリーもすげえ低いし使い終えに効くっていうんだったらちょっとこれはめちゃめちゃいい案なんじゃねえか俺なんかはこれで食べちゃいますいい食べて無限ゲームいただきますうまっちゃんと火通ってるしかもめっちゃプリプリっすね抜けすぎてないこれなんかもうちょいパンチあってもいいなレモン汁少し入れてもうまいめっちゃうまい一応動画的に盛り付けていいですかこの手間で副菜ができるのめちゃめちゃいいっすね食材も進化してるんだな昔はこんなんなかったもんねこれでもう一品完成よシェフは勤務中だから飲めないですよねあ、いや飲みますよ一応飲みましょうよ あ、いいっすね多分クライアントが飲んだこと一回もないですよこれあ、そうですか交流だからよはいやっていただいていいですかここに、いっぱい入ったら大好きなので、はいじゃあ、勢い強すぎますしかも、うまいっすねめちゃくちゃ両方大吉ってなかなかないけどねちょっと落ちたら拾っときます僕がちゃんと拾ってるんですよだからここまでさすがに協力的なクライアントがあまり大丈夫です後でクレーム来ないかなじゃあ乾杯乾杯ああこの案件自由すぎるこれ食べたら腸活になりますから大丈夫ですまあ確かに、はい、オルニチンがねちょっと食べてくださいあはいいただきます一瞬だからね1分半のレンチンでうまいプリップリですね水分が抜けてないんですよね味付けが結構パンチ効いてるっていうかこのしめじが割とフレーバーが強いもんですからあ確かに胡椒とかしめじの香りめっちゃ残ってますね割と野生に近いカットの特徴って一房大きくないですかなんか一本一本がでかい気がするんですこれはでかいですでかいですよねこんなにでかいのあんまり見たことない、うん、見たことないんですよなんか理由があるんですか我々そのちょっと特徴的な商品作りたいということでまあこんなでかいのはないだろうということであわざとでかいの作ってるんですね、はい、これがねめちゃくちゃよくてちっちゃいと水分抜けきっちゃうんですよねだからこんなプリプリになんないっていうのがあって水分抜けきってないというこれめっちゃいいですね味が明確に違う気がしますしめじのいいとこも分かるんですけど弱点だと思ってるところ
ってしめじって主役になれないんですよ。あ、うん、そうですね。そうだからしめじ食べたいなとかって言わないじゃないですか、うん、このしめじはあれ大粒だから主役になりますね。ああ、そう、あの、そう言っていただけると本当に嬉しいです。これがめちゃめちゃ美味しい。しめじの味ってちゃんと感じたことありますか？食べます。感じたことまあめっちゃ美味しい。うまいよね。レンチンしただけとは思えん。いやこれね、意外とこのレンチンがうまいのかも。炒めると水分めっちゃ抜けるんですよ。それもめちゃめちゃいいんだけど、プリプリ感が、粒がでけえからかな。これこうやって調理するまで蓋付きとあんま変わんねえだろみたいな、しめじの味っていうのを感じますね、うん、めちゃめちゃ面白い。こんな違うのか。食べますか。美味しそう。うん、めちゃくちゃ美味しい。これ知ってる人いないっすよ、あんまり。意外とそのキノコ臭さない、うんうん、あ、確かに。キノコ臭さないですか、うん、結構うちのはフレーバーが強いから、しめじが嫌いな人にも好きな人にも2倍ぐらいの、あ、2倍ぐらいで襲いかかってくる。そんなに、あ、ツナとやってるから。そこは俺がやったごま油入れてんのよ。あ、ごま油の香りだな、うん、で今回はこのぶなしめじを使って僕がめっちゃ気合入ったホイル焼きをちょっとやりますんで、昨日作って昨僕にしても珍しく5回作っていい塩梅になったんで、しかもこの一本一本が大きいぶなしめじすごく合うんで、やってきてください。あ、楽しみです。あの、こっからが本編です。はいということですね、今回はですね、ミスズライフさんのカットぶなしめじ、これを最大限に活かした料理を作っていきます。カットぶなしめじって使いやすいのが特徴だと思うんで、これ包丁いらないじゃないですか。だからまな板もいらないじゃないですか。まな板使わないでいいレシピにしました。でも俺的にはさっきの袋のままレンチンが結構革命的すぎて俺は結構感動してますよく書いた。これはありがとうございます。めちゃ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 いいっす。ちょっと上からみたいになっちゃったけど、あ、でもあの CFO ですから。ちょっと乾杯。乾杯。材料はご飯が僕冷凍してあるんですけど、別にこれはあのパックのご飯とかでも全然大丈夫です。ミスライフさんの里山ぶなしめじ、これね食感がすごく良くて味同じだと思うじゃん、ふさのやつと。粒がでかいのよ。しめじの食感、カットぶなしめじの食感を生かした料理を作りたいと思います。シェフはあの、これはあのカットぶなしめじ界ではどんな感じなんですか。初めて、まあ、我々20年前にこれ作り始めて、はい、今年からパイオニアなんですね。パイオニアです。へえ。パイオニアで今のところはシェアトップです。カットぶなしめじ市場では、はい、あの1まだ、まだ 1、うん、1です。流通的にはどうなんですかね。で俺はめちゃくちゃいいと思ってるんですけど、うん、楽だし、はい、うん、これはなんでまだ2割しかないんですかね。そもそもが、うん、完全に実はオートメーションの工場でやらないとこの価格で提供できないんですよ。ということで今回は1袋100円ですから、まるっと使って美味しい料理を作っていきたいと思います。 CFN を食べていただきますんで、はい、やっていきたいと思います、はい、お願いします。じゃあまずですね、ご飯、僕は仕込みの白米っていうのをいつも冷凍してるんで、これと解凍していきます。ミスライフさんはぶなしめじだけですか。ぶなしめじだけどころかもカットぶなしめじしか作ってないっていう潔さ。そう、潔いっすね。じゃあ全振りなんですね。全振りです。今回は、ホイル焼きを作ります。ホイル焼きを作るんでホイルを、はい、用意します。楽しみなんですが、ちょっとつまんでいいですかこれめっちゃうまいんだよな俺もこういう会社が良かったな、最初に働くところ。ハイパーブラックだったからね。ブラックさは大丈夫ですか。割とキノコ作りってハードワークなんですけど、はい、今までそんな残業とかもせずに、ああ、感じでやってます、ね、工場なんですか。工場なんですよ。ああ、まあ多分リュウジさん見てもらったら、はい、こんな作り方してんのって多分びっくりされると思いますね。工場見学ちょっと行きたいけど、ね、ぜひ、うん、まあ、長野県中心ですけど、あ、長野中心、8つ工場ありますので。8つもあるんですか。はい、カットぶなしめじだけで。カットぶなしめじだけですげえ成り立つんですね。成り立ってるんですけど、まあ、カットぶなしめじこけたらもうすぐ潰れますけど、ね、まあそうですね、全振りですもんね、はい、そこまで言うんですね一つの工場で年間1000トンぐらい作ってるんで、それが8つあるんで8000トンですね。8000トン。はあ、それが消費されてるわけですもんね。そうですね、全国で、はい、ちょっと工場行きたくなってる、ね、長野県って一回見たことないですか。すごくいいとこなんで、ぜひ、ね、じゃあそれサブチャンネル、サブチャンネルでいいか。本ちゃんで。これ見たいけどね、どうやってカットぶなしめじ作られてるかっていうのは。
温かいご飯が出来上がりました。こいつをですねホイルに乗っけていきます。パドンと。そのまま使える里山ぶなし飯、これを半分だけ使ってもいいんですけど、今回はせっかくなんで全部使っていいですか。里山ぶなし飯を、ていうかさ、でかくねえかこれ。これが特徴なんですよね。でかい。これだけでかいしめじってあんまり俺見ないんですけど、しめじの食感とか味とかを楽しみたい人はこのしめじの方がいいですね。ベーコン、ベーコンがなければツナとかでも全然大丈夫。ちょっとあのタンパク質がちょっと欲しいので。でこいつはなんかちぎって、このチャンネル見てる人たちはやっぱり楽なのがいいんですよね。だってこのチャンネル見てる人たちって毎日料理してるんですもん。最近あの外に飲み行くとめっちゃ声かけられるんですよ。よく言われるのが妻がファンですって言われる。あなたじゃないんですよ。うちもそうなんですか、ね、そうなんですか。妻がまずレシピを教えてくれました。あ、本当ですか。だいぶ前ですけどね、はい、悪魔のレシピっていう本買って。あ、本当ですか。よろしく言ってください。あ、わかりました。はい、こんな感じでね、今回はね包丁使いたくないんで、味の根幹になるものは昆布だし、まあ、昆布茶とかでも全然いいんですけど、昆布だしね実は結構洋風な味付けにもすごくあって、しめじのグアニル酸、グアニル酸で角酸っていうカテゴリーなんですね。昆布はグルタミン酸なんですよ。グルタミン酸っていうのはアミノ酸なんですね。アミノ酸とグアニル酸、これが合わさることでものすごい旨味が入るっていうのがこの料理のポイントでございます。はい、でこれは小さじ1杯ですね。これぐらいをちょっともう振りかけちゃう。そしてここに醤油、まあ小さじ2杯ぐらいですね。そして塩が一つまみ、ホイル液なんで酒ですね。ご飯を酒で蒸すことによって酒の旨味がご飯全体に入ります。まあ大さじ1ちょいかな。ちょっと皮的に少しパンチがあった方がいいんで、ガーリックパウダーを1,2,3,4,5,6,7,88振りぐらいですね。こんだけでもめちゃめちゃうまそうなんですけど、この状態で包みます。ホイル焼きなんで。こういう感じで一回開けます。開けてちょっと真ん中を開いて、で卵を割ります。これがねホイル焼きにするとね、卵がいい感じに半熟に仕上がってめちゃくちゃうまいんですよ。一回形作ったものを、卵を入れました。でこいつをですねホイル焼きにしていくんですけども、今回使うのはオーブントースターもあるんですけども、オーブントースターじゃなくて、今回はオーブントースター持ってないっていう人結構多いんですよ。フライパンで作ります。私少し酔っ払いまして、一つ材料忘れてました。バターを入れます。これ包丁使っちゃうじゃんこれ大丈夫これ、炎上しないかな。いっかな、別に。で切れてるバターだったら大丈夫。ちょっと今切れてるバターがなかったんで。でこいつをちょっとパラパラっと、別にこれはあのボコンと置いても全然大丈夫なんだけど、一応味均等になるっていうので 10g ねバターを入れていきます。はい、そしてこいつをフライパンにのせます。そしてちゃんと包む、香りを逃がさないようにです。アルミホイルはちょっと多めにこう広げた方がいいですね。はい、でちゃんと包む。で、お水を、まあ、150cc ぐらいですよね。ホイル焼き、あの、から焼きでも全然いいんだけど、フライパンが傷むから、水を充満させて、で、水分は この中に行きませんので、これで、沸くまでは強火で大丈夫です。ご飯をホイル焼きにするってあんまりないと思うんですけど。ないですね。ないですよね。うん、主役はぶなしめじなので、ぶなしめじの香り、絶対逃がさないのが、僕の中のコンセプトにあって、カットぶなしめじの香りを中に充満させて、キノコが主役になるような調理法をしています。あんまりこういうこと言わないんだよなクライアント前だから言っちゃうんだな沸騰するとこんな感じで、蓋は閉めて大丈夫。そしたら火力的に言うと中火、メーターで言うと3だね。これで大体まあまず7分ぐらい置いておきましょう。CFO としては今後の展望みたいなのって聞いてもいいですか。はい、まあどうしていきたいみたいな。リュウジさんがカットぶなしめじね、最初のミーティングの時知らねえよって言ってましたけど、それ言っちゃうな。いいです。本当知らないです。もっとだからそれをみんなに知ってもらいたいな。知らねえよっていうか、知ってはいたんだけど、
使ってはいないというか、売り場にああこういうのあるんだはあったんですけど、はい、人間って結構面白いもんね。今まで使ってきたものから乗り換えるっていうのは結構な、うん、そう結構な努力が必要なんですよ。惰性で買うみたいなのもあるんで、うん、いきなりカットが参入してきて、それをどう良さを伝えるかっていうところが非常に大切だと思ってて、僕も良さを分かってなかったわけです。 Zoom でミーティングした時に熱かったんですよ。 CEO がこんなに熱い人いるんだと思って、俺めっちゃ歩き出ちゃって、うまいのを作りたいと思って昨日もやってました。何回も試作してやっとできたやつなんで、うん、自信持ってます、うん、はい、やっぱりこうその訴求していくっていうか、あのカットの良さを、うん、やっぱ説明していく上でやっぱり便利さっていうのがまず一番じゃないですか。あの手間いらずみたいなところはもう完全にリュウジさんの領域なんで、いやそうだと思ったんだけど、味もいけるじゃんってなりました。だからカットだと味が劣るとか、まあ、そういう感覚もあるんですよ、うん、あの消費者はね、それはないんだなっていうのがあのちゃんと分かりましたね、うんうん、まあこっからは多分主流になっていくんじゃないかなっていうふうには僕の中では思いましたね。株に比べてその要はカットは鮮度が落ちるっていうのは結構みんな勘違いしてるところなんですけど、今回食べていただいてまあ全然一緒と、カットの方がいいとまだ言わないですけど、しめじの感じがすごく出てて僕は意識がちょっと変わりましたね。だからやっぱりこうあのカットぶなしめじと株ぶなしめじって言ったらまあスマホとガラケーみたいなもんかなと思ってるんですよね。なるほど。全然違うから、最初ってなかなかみんなスマホ使わずガラケーでパカパカやってたけど、はい、1回使うともう二度とガラケーに戻らないじゃないですか。まあ、確かにそうかもしんない。じゃあこれ転換期なわけ、なんかそういう今後の展望って言っていただいたんで、ああなるほど、リュウジさんと一緒にそれをこう広めていきたいなって。カットぶなしめじはあの流通的にもいいっていう風に言ってて、かさてられるんですよね。株がついてると結構かさばっちゃっていっぱい送れない。カットぶなしめじの場合はペシャってできるからすごく詰めるから、流通的にもすごくあのいいっていう、まあ、これは消費者さんにとっては別にどうでもいいことかもしれないんだけど、ということは小売りのお店もすごく助かるんじゃねえかなっていう風なのは、うん、あの、ありますね。やっぱり環境負荷をできるだけかけないようにしようというのも、まあ、会社の、まあ、創業からの理念でありますね。いいですね。じゃあ頑張ります、はい、で、今7、8分ちょっと途中で水がなくなっちゃったんで足しました。これがね、めちゃくちゃ自信ある。頼みますね。こういう感じだな。で、まあ、こんな感じで置いていただいて、めちゃくちゃうまそうでしょ。卵はね、割っちゃいました。で、これ、ね、全体混ぜてください。味が結構まばらについてる場合があるんで、で、黒胡椒、これで世にも珍しいカットぶなしめじを使ったきのことご飯のホイル焼き完成です。ということで、ご飯のホイル焼きできましたので、これがめちゃくちゃ自信作なんで、CF に食べてもらっていいですか？はい。ミスライフのカットぶなしめじを最大限に活かしたご飯としめじのホイル焼きです。いただきます。あ、もうしめじがプリプリですね。美味しい。完璧ですね。しめじの香りが全く飛んでないんですよね。これが全体にご飯にも具材にも香りがつくことによって、ものすごくしめじが生きる。食べ応えがめちゃくちゃ。だいたい僕ご飯料理作るときってキノコって結構小さくカットしたりするんですけども、カットぶなしめじは大きいんで、わざわざカットするのちょっと違うなと。それを一緒にいただくとめちゃくちゃ主役になるんですね。主役になってますね。香りが本当に閉じ込められてる。これはチャーハンとか炒め物でも全然いいんですけど、これ生かすっていう考え方、シェフ的に里山カットぶなしめじレシピとして、これ OK ですか？これもう OK どころか、さすがリュウジさんという感じで、ご飯をホイル焼きにするという発想にまずびっくりして、うん、確かにそうやったらぶなしめじの香りがね抜けないというか、まとわせることができる。めっちゃうまい。しめじってよく言うじゃないですか、香り松茸味しめじって言うじゃないですか。味なんですよ、やっぱり旨味がすごい出るなっていうところと、今回は昆布だしを使って、この洋風のバターも使うんですけども、
これが何が目立ってるかって言ったらこれしめじなんですよね、うん、おー粒の。これを皆さんにもちょっと感じていただきたいなっていうのはありますね。思ったんですけど、カットブラシめじ鍋にめっちゃくないですか。一本あたりがすごく大きいんで、ちっちゃいしめじは鍋にすると消えちゃうんですよね、うん、僕は一本一本が主張するこのしめじはすごくいいな。鍋だけじゃなくていろいろなこういう食べ方も秋冬だけじゃなくて、そう、ね、春夏一年中もっと言うと、はい、プロのまま調理する副菜が絶対いいと思います。ということでご飯のご利益めちゃめちゃ美味しい仕上がりになったんで、ぜひチーズライフのカットしめじを使ってさっきの無限キノコとご飯のご利益ぜひ作ってみてください。ということで社長何かありますか。あ、社長じゃない CF だった。あの今回リュウジさんにお願いしたかったのはカットブナシメジの良さを訴求していただくと、うん、本当に株のブナシメジと比べて、まあ、メリットこそあれデメリットはほとんどないよということをまあ説明いただいたんで、はい、あのこの機会にですね皆さん食べたことないよという方は、ミスライフのそのまま使える里山ブナシメジをぜひ選んでいただけたらなと思います。あとはねスーパーに置いてくれるかってところですね。近所のこのスーパーに置いてないっていうことですよね。あ、それ言っちゃうんだ。すいません。いや俺も頑張る。俺もうスーパーに言うんだけど、あの近所のスーパーで全部買ってくるからないんすよ。あれもうちょっと置いてほしいんだよな。これをもしかしてバイヤーの人が見てるかもしれないんで、はい、ぜひ里山ブラシよろしくお願いします。売るほど味あります。